今回の動画なんですけれども、ハンドメイドで稼ぐというような内容の動画となっています。ですね、ハンドメイドで稼ぐというふうにこの動画を作ってるんですけれども、僕自身はですね、正直教えることができません。はい、ただしですね、情報はいろいろ持っているので、これをですね、お伝えすることによってちょっとでも役に立てるんじゃないかなというふうに思っています。はい、で毎回のことなんですけれども、僕はですね、メルカリと、ラクマ、あとヤフオクとアマゾンとかでですね、たくさん今まで、10年以上ですね、たくさんの取引をしてきています。でトータルの売り上げで言ったらもう何千万か、下手したら多分1億超えてるんですけれども、そんな中ででもですね、例えばメルカリだったら大体1万件以上の取引で、ラクマだったら1000件弱ですねぐらいの取引を今までやってきているんですが、これ実はですね、ほとんどが中古品を売ってるんですね。はい、中古品なんですよ。中古品を売ってて、ハンドメイドと言えるものをですね、売ったことはですね、正直1回もないんです。これ1回もないんですよ。だからちょっと憧れはあるんですけれども、本当に僕は中古品だけをですね、出品してお金を得て、10年間ぐらい生計を立ってきているので、もう何も生み出してないんですね。新しいものを全く何も生み出していないので、ハンドメイドで、利益を得てるって人にはちょっと憧れがあります。はい、そんな感じなんですけれども、今回ですね、ラクマがこういうような発表をしました。ハンドメイドギフト大賞2019クリスマス、大賞発表というふうにこういう、発表しているんですけれども、ラクマ内で、ハンドメイドでですね、ランキング投票をして、その優劣をつけてですね、大賞を決めたというような内容のものなんですけども、これを一緒に、ぜひですね、確認していってもらえればなというふうに思います。そして、僕が考えるですね、ハンドメイドで、収益を上げていく方法、僕が考える方法についてちょっとお伝えしていきますので、よかったら参考にしてみてください。はい、はい、それでは見ていきたいと思います。ハンドメイドギフト大賞2019クリスマス、大賞発表というふうに出てます。ハンドメイド作品のギフト需要の高まりを受け、ハンドメイドギフト大賞を初開催というふうに行ってます。7つの部門においてハンドメイド作家のノミネートを行い、特設ページにて一般ユーザーによる最終投票を行っています。でアクセサリー部門、天然石部門で、ベビーキッズ部門、アパレル部門、バッグ部門、リース部門、その他部門、その他部門かな、でそれぞれ対象の受賞者を決定しましたということです。なお今回総合得票数が最多となったのは、ドライフラワーのリースやブーケを出品されているロサズショップさんですということです。でラクマではこれまでも母の日用のハンドメイド作品の検索数が1年間で 2.4 倍に上昇するなど、徐々にハンドメイド作品のギフト需要が高まっています。より多くのユーザーにハンドメイド作品について知ってもらい、楽しくギフトを選んでいただくため、ハンドメイドギフト大賞を開催していますというふうに、前置きがいろいろあるんですけども、一応これページ詳細欄に貼っておきますので、興味がある方は後で見てください。はい、で部門別の対象をちょっとこれって見ていこうと思うんですけれども、まずこのアクセサリー部門ですね、ブルームジュエリーさん、はい、対象さ、そうですね、主になんかイヤリングかなとかネックレスを売ってるみたいなんですけども、ちょっとページ見てみますね。はい、そうするとこれがラクマの公式のページになってるんですけども、こういう感じで、興味ある方は後でぜひ細かく見ていってください。で商品はこういう感じですね。イヤリングとかピアスなのかな、こういうのは作って販売してるみたいです。はい、結構もうすごいですね。3980円で売れてたり、3000円以上で大体売れてますね。これちょっと、僕はあまり専門じゃないんでわからないんですけど、原価がどれぐらいかかってるんですかね。20-30% ぐらいなのかな。見てみると、こんな感じで結構すごいクオリティ高いですよね。で、こういうのを何ですか、作って販売しているというような感じです。はい、で、こういう感じでちょっと見ていきたいと思うんですけれども、次が、天然石部門、天使のさぎれさん。はい、すごいですね。ここに写ってる商品だけでも結構すごいんですけど、ページ飛んでみると、またちょっと詳細は端折っちゃいますけど、
5800円とかで売ってますね。この商品5800円です。はい、ピアス、あ、ネックレスですね。結構ごっついネックレスになってますね。あ、すごい、5800円、売れるんですかね。あ、でも4580円でこれ売れてるんで、あ、すごいですね。まあ、これ、まあ、天然石使ってるみたいなんですけど、まあ、どれぐらいの原価かかるんですかね。ちょっと全然想像もつかないんですけども、あと、まあ、個人でやってる分にはですね、その自分の作業みたいなものは経費にならないというふうな考え方もできるので、まあ、趣味と、まあ、実なんですか、趣味を兼ねて、まあ、販売していくっていうのは結構いいと思いますよね。はい、というような感じですね。あと、まあ、ベビーキッズ部門だったり、あとアパレル部門、気まぐれなジョージさん、あ、この方結構なんか自分で洋服作ってるんですかね。洋服作って販売してるような感じなのかな。あ、これ違うね、これブーケの人ですね。こっちか。あ、これですね。洋服作ってるって結構オリジナルで作ってるんですかね。すごいですね。16,800円で売れちゃってますね、いっぱい。1万円、いや、だいたい1万円以上なんですかね。結構高いですね。すごいですね、これ結構売ってますね。これもまあ全然原価の想像が全然つかないんですけども、アパレルだからそんなかかってないのかな。やっぱ作業とその技術の方が大変なのかなというようなイメージがあるので、でもこれ本当に月 2,30 着ぐらい売れれば結構な金額になっちゃいますよね。はい、まあ、なんか気まぐれなジョージさんっていうことなんで、あ、やっぱ気まぐれ出品のお知らせっていうふうに書いてて、次回は12月21日の予定ですっていうふうになってるので、まあ、結構制作に時間かかるんでしょうね。はい、なので、まあ、気まぐれに出品してますよっていうふうな感じで出してるみたいです。まあ、こんな感じでですね、まあ、あとリースと、まあ、バッグの販売と、あとこの何ですか、ぬいぐるみ、まあ、オーダーのぬいぐるみみたいなものを作ってるっぽいんですけれども、こんな感じでやってるみたいなんですが、まあ、もしこれから始めようっていうふうに思ってる方がですねいらっしゃったら、ハンドメイド、まあ、特に女性の方の方が得意なのかなというふうには勝手に、まあ、僕の思い込みであるんですけれども、どういうハンドメイドで、どのようにですね制作して、出品していくのがいいのかなっていうことはですね、僕自身はやったことないんですけども、知識としてあるので、それを今お伝えしていこうと思います。それがですね、あ、一旦これ消しちゃいますね、閉じちゃいます。で、その方法なんですけれども、ストアカっていうサイト、まあ、アプリをご存知ですかね。ストアカ、ストアカっていうサイトがありまして、はい、これですね、ストアカのサイトですね。これはなんていうのかな、技術とか知識とかそういうものを教えてくれるサイトですね。講座を開いてくれて、そこに習いに行って覚えるんですけれども、そういった、アプリですね。ランサーズとはちょっと違うんですけれども、まあ、似たような感じかな。講習とか講義を開いてる、このストアカを通じて講習とか講義を開催しますよっていう風な、先生をですね、先生が生徒を募集しているというようなアプリになります。はい、これの中でですね、例えばこの下の検索で、ハンドメイドっていう風に検索してみると、はい、こんな感じでたくさん出てきます。ですね、初めてのハンドメイドイヤリングピアス、1時間3200円だったり、月5万円、隙間時間で月5万円、ハンドメイド品ネット販売の方法、2時間で6000円で教えてくれるみたいな感じですね。あと、そうですね、キラキラスワロやパールのハンドメイドアクセサリー3500円2時間とか、女性限定初めてのハンドメイドネットショップ開業かなで1万1000円2時間とかですね。あとキャンドル、あとこれもフラワーアレンジメント、ジュエリーアクセサリーみたいな感じですね。帯留めと三部紐をハンドメイド、あとコットンパールイヤリングピアスみたいな、まあ、このようにですね、バッグもありますね。このようにですね、たくさんストアカの中にはそのハンドメイドの作り方とかやり方を教えてくれる先生たくさんいます。はい、で、この中でですね、自分に合ったものとかですね、興味があるものを選んでもらって、で実際に習いに行って
て、それを習得してラクマとかやメルカリに出品するっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、で実際これ教わってやってるっていう人もたくさんいると思いますし、このストア化の中にはハンドメイドの作り方以外にも、例えばメルカリの使い方を教えますよとか、ラクマの使い方を教えますよっていう人もいたりですね、あと何かな、まあ本当たくさんいろいろな情報とかですね、講習を開かれてるんですけれども、例えば LINE スタンプの作り方とかですね、そういったもの、あと副業を教えますみたいなこととかもたくさんあるので、もしよかったらですね、先ほど のラクマのですね、対象のページと合わせて、こちらのストア化の方のページをですね参照してもらってですね、で自分には何が合ってるのかなっていうふうに調べてもらいながら、ハンドメイド挑戦してみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、でまあ隙間時間でですねご自宅でこうやって作って出品するっていうことができるので、結構副業のそうですね最初の取っかかりとしてはいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というような感じで今回はですね、ハンドメイドの、でまあ、副業でハンドメイドで稼ぐっていう方法についてですね解説してみました。でおそらくストア化でですね、そのもし講習受けることができれば、素材の仕入れ方法とかですね、そういうのも全部教えてくれると思うので、まあ本当に新しくチャレンジするにはいいのかなっていうふうには思います。でまあ僕自身はですね正直ハンドメイドを作ったかしたことないので、なんか偉そうなことは何も言えないんですけど、本当に中古品しか今まで扱ってきてなかったのですごい憧れはあるんですが、あとまあそうですね、挑戦する日は来るかな、ちょっとそんな器用じゃないし豆じゃないんで何とも言えないんですけども、はい、というような感じでですねチャレンジぜひしてみてください。はい、今回の動画は以上となります。このチャンネルではですねこのように転売に関する情報を中心にいろんな情報を発信してます。もしよろしければチャンネル登録の方お願いします。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。バイバイ。